MX30 ロータリー EV はマツダの象徴ともいえるロータリーエンジンを活用し、 EV 電気自動車とハイブリッドの強みを融合したプラグインハイブリッド車です。普段は EV として使えるようバッテリーのみの走行距離107キロを確保。一方、発電機として世界でマツダだけが量産化に成功したロータリーエンジンを採用しました。ロータリーエンジンを市販車に搭載するのは11年ぶりとなります。私たちはロータリーエンジンの火は消さないという強い思いを持ってですね、このユニットの開発を進めてまいりました。 MX30 のロータリー EV、これに搭載されてますロータリーエンジンは、次世代に向けたマツダのスピリット。新たに開発したロータリーエンジンは、素材を従来のこちらの鉄からアルミに変更したことで、エンジン単体で15キロの軽量化を実現しました。軽量化に伴う強度不足を補うため、高速フレーム溶射と呼ばれる技術を開発し、軽くて強いロータリーエンジンを実現しました。排気量は 830cc、 おむすび型のローター1つが回転して発電します。満充電したバッテリーとタンク容量50リットルのガソリンを燃料に、ロータリーエンジンによる発電分を含めると、日本の燃費基準換算で800キロを超える走行が可能となります。また MX30 のロータリーエンジンは発電専用で、タイヤを直接駆動しないため、運転の感覚は EV と変わらず、滑らかで力強い走りを実現しているということです。価格はおよそ423万円からで、現行制度では国の補助金55万円が受けられるということです。今日から予約を受け付け、11月の発売を予定しています。マツダは累計で199万台を超えるロータリーエンジン搭載車を生産してきましたが、2012年の RX8 を最後に生産が途絶えていました。まだまだロータリーエンジンには可能性があるというふうに我々は考えています。マツダ独自の技術資産でありますロータリーエンジンをですね、時代の要請に適合させていくことで、将来につなげる発展性、拡張性、これも睨んだ新しい提案でもあると。マツダはバッテリーだけを搭載する EV を2028年から本格展開する計画で、ロータリーエンジンを搭載したプラグインハイブリッド車は、マツダにとって過渡期となる電動化戦略で重要な技術となりそうです。